この章ではイエス・キリストの良き兵士になるべきであるということです。兵士の訓練は子供の頃の家庭から始まるのです。兵士が適切に戦い、敵に対して勝利を得るためには訓練は必須です。兵士としての訓練はその人が子供の時家庭で始められなければなりません。教会でも自治学校でもなく家庭でです。その最初のレッスンを理解できない子供は全てハンデをつけられます。今日の若者たちと一部の年寄りの大きな問題は彼らが家庭で適切に訓練されていないことにあります。適切な訓練とはしつけのことです。エペソ人への手紙6章1節、子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。兵士が最初に学ばなければならないレッスンは、権威の座にある人々への従順です。兵士は命令に従わなければなりません。この基礎的な訓練は家庭で学ぶものです。兵士が従うことを学んだ後、彼は他の人々に命令を下す、将校の階級に出世する立場になります。どのように命令をするかを知ることは、主にその兵士がどのように従うことを学んだかにかかっています。この基本的な訓練は家庭での親子関係の中に、そして主人としもべの関係の中に見られます。クリスチャン生活の勝利は家庭の中で、そして職場で勝ち取られます。クリスチャンの両親には自分たちの子供たちを主のものであると主張する特権があります。エペソ人への手紙6章2から3節、あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きをするという約束です。10回はクリスチャン生活のノルマではないということは学びました。でもだからといってそれを破ってよいという意味ではありません。家庭での小さな子供は父と母とを敬うべきです。そして私たちが成長していくにつれ、自分たちが生きる生き方によって彼らを敬い続けるべきなのです。父と母とを敬うことにはそれを守る者に長生きが約束されています。聖書の中でサムソンとアブシャロムはこの戒めを守らなかった少年たちの2つの例であり、彼らの人生は短いものでした。エペソ人への手紙6章4節、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。子供に聖書の真理を教え、そしてその子の前でその真理を生きることは両親の務めです。あなたの子供たちを怒らせてはいけません。信者としてあなたは家庭でも信者らしく生きるべきです。クリスチャンホームの子供はキリストの生き生きとした関係を持つことができるよう、この世と接触するようになった時強くなるためにクリスチャンとしての指導を与えられるべきです。親が自分の子供をキリストの救いの知識に導く特権を持つべきなのです。あなたの第一の責任はあなた自身の子供です。その子に集中する方が良いのです。神様の御言葉は神様が私たちに自分の子供たちのための責任を与えられたことをはっきりさせています。エペソ人への手紙6章5から8節、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。しもべたちはこの地上の主人に従順であるべきです。ボスにおべっかを使うべきではないのです。キリストのしもべとして奉仕をなし、心から神様の御心を行うのです。真心からとはどんな二心の染みもあってはならないことを意味します。全く偽善があってはなりません。雇用主がそこにいるときには彼のブーツを舐め、いないときには中傷するなどということがあってはなりません。しもべの従順さはキリストに従うようであるべきです。彼は天におられる主人になる方を喜ばせるために地上の主人を超越して上を見るべきです。キリストの奴隷は自分の魂を、そして自分のすべての人格を主に捧げたのです。エペソ人への手紙6章9節、主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。これは資本家と労働者のクリスチャンとしての関係です。相互に責任があります。主人たちは主人としての自分たちの地位を利用するべきではありません。自分たちの権力を乱用するべきではないのです。脅すべきではありません。キリストの御前では主人もしもべも同じ立場です。キリストにあって兄弟なのです。エペソ人への手紙6章10節、終わりに言います。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。さて、教会はイエス・キリストの良い兵士であるというこの章のテーマにやってきました。私たちが世に勝つ唯一の方法は、私たちの信仰によってと神様を信頼することによってです。神様の子供はこの世のことを愛するべきではありません。悪魔はそのようにして私たちに接近します。悪魔は欺くもので、悪魔は自分のしもべを光の見つかりに見えるようにするのです。悪魔はできる限りの手立てを使ってあなたを騙します。私たちは自分では悪魔に打ち勝つことはできません。あなたも私も悪魔に匹敵しません。私は悪魔と戦いなさいと命令すらされていません。神様が私たちのために戦ってくださると書かれています。エペソ人への手紙6章11から12節、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。クリスチャンが戦うべき敵は血肉ではありません。敵は霊的なものであり、戦いも霊的なものです。だからこそ私たちには霊的な力が必要です。信者の肉は戦うべき敵ではないということに注目するのは良いことです。信者は肉を死んだものとみなし、神様に明け渡すべきなのです。サタンの策略と猛攻撃に耐えることができるのは神様の武具だけです。この世で霊的な力が働き、悪の力が教会に対抗して働いています。この力は信者に対抗し、神様に対抗し、キリストに対抗して働いているのです。本当に起こっているのです。自分だけでは何もできないのです。
天にいる諸々の悪霊とは、宗教の責任を持っている天のところにいる悪霊たちです。サタンの組織が今現在この世を操作しているのです。悲嘆、心痛、苦しみ、人生の悲劇は、背景の中のサタンの働きです。サタンこそ、今日の世界中の大きな問題の原因なのです。敵の居場所は分かりました。敵は霊的なものです。この悪魔的な軍隊を統率しているのはサタンです。さて、私たちはどこで戦いが行われているかを認識する必要があります。批判と苦々しさと苦しみの霊のあるところでは、神様の御霊は働けられることはできません。私たちは霊的な戦いが今日も続いており、人々は神様の御言葉にしっかりと立つべきであるということに気づいていないようです。エペソ人への手紙6章13節。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。この箇所全体の鍵は立つという言葉です。聖書が私たちを兵士、戦士として語るとき、私たちは立っているべきだというのです。戦うよりも立っていることをうんとやる方が良いです。福音が語られるところ、どこででも戦いは続いています。それが今日の戦線です。敵はそこで働いているのです。あなたは自分の牧師のために土曜日の夜に祈りますか？牧師を批判するのではなく、彼のために祈りなさい。彼はあなたの祈りを必要としています。イスラエルのためにアロンとフルがモーセの手を高く上げて支えていたように、あなたも自分の牧師の手を支えるべきです。私は自分たちと一緒に戦ってくれる回収を必要としている牧師たちに心から同情します。エペソ人への手紙6章14から15節。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には福音、平和の福音の備えを履きなさい。この当時の衣服は腰に締める帯によって兵士の制服のすべての部分が固定されていました。帯は不可欠でした。正直言うと、帯をなくしてしまったら衣服ははだけ、ズボンは落っこちてしまいます。真理とは何でしょう？神様の御言葉です。私たちはこの地上で歩むためにキリストを身につけるべきなのです。自己正義の汚らしいボロは胸当てとして役に立たないものですが、でも私はその下には神様と正しい関係にあること、心と良心とがあるはずだと確かに思います。キリストこそこの世でのあなたの土台です。すでに据えられているイエス・キリストという土台の他には誰も他のものを据えることはできません。エペソ人への手紙6章16から18節。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。火矢を打ち消すことができるのは信仰の大盾だけです。兜は頭を守ります。そして神様は確かに心にも訴えられますが、同時に知性にも訴えられることを認めます。ここまで言及されてきた武具はすべて守りのためのものでした。私たちは攻撃のために2つの武器を持っています。最初のものは神様の御言葉です。神様の御言葉は力強い攻撃の武器です。聖霊によって祈るというのは、あなたと私が敵を認識し、私たちは霊的なもののために神様のすべての満ち満ちた様で満たしていただくように神様は捕まえます。祈りは一般的です。願いは特殊です。すべて効果のある祈りは御霊によって祈らなければなりません。エペソ人への手紙6章19から20節。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。パウロはここまで霊的な戦いについて書いてきました。そして今彼が書いていた、まさにその時に敵の猛攻撃を経験していたことがわかります。パウロは自分が大胆に福音を語れるように祈ってくれるよう求めます。私たちにも同じ祈りが必要です。私たちには神様の御言葉を宣言する大胆さが必要なのです。エペソ人への手紙6章21から22節。あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり、忠実な奉仕者である敵子が一部始終を知らせるでしょう。敵子があなた方のもとに使わしたのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。テキコはこの書簡をエペソに届けるだけでなく、使徒パウロの状況と見通しについての個人的な説明をしました。テキコはエペソ人たちが使徒パウロの状況に関して持っていたかもしれないどんな恐れも沈めることでしょう。初代教会で示された兄弟愛はパウロのすべての書簡の根底に流れています。パウロは兄弟たちのことを本当に気にかけていました。エペソ人への手紙6章23から24節。どうか父なる神と主イエスキリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように、私たちの主イエスキリストを口の愛を持って愛するすべての人の上に恵みがありますように。パウロはキリストの良い兵士がどのようなものでなければならないか、どんな報酬が彼を待っているかを考慮しました。彼は二重の祝祷を持って閉じます。福音の偉大な言葉のほとんどがここに含まれています。平安、愛、信仰、恵みです。この平安はすべての理解を超えた神様の平安です。23節の愛は他の信者のための愛を意味しています。愛は御霊のみです。24節の愛は主イエスキリストに対する信者の愛です。信仰は活動的な愛を生み出すキリストにある信仰を意味します。これらの信仰は父なる神様と主イエスキリストから流れ出ています。私たちを救って保ってくださっているのは神様の恵みなのです。